さんこんにちは、リカジャフテンです。こんばんは、今日も見てくださってありがとうございます。はい、あといつもですね、いいねとかコメントとか本当にありがとうございます。はい、今日はですね、こんな感じでちょっとテキストをかっこよく編集していこうと思います。よろしくお願いします。パッと見ですね、マガジンの表紙になってもおかしくないような雰囲気に、はい、簡単にできるので、最後まで見ていただけるともういろんなもので使えますので、ぜひ使ってみてください。はい、これですね、一切ラスタライズしていないで、もうテキスト編集だけなんですよ。そうなんです、テキスト編集だけでここまで結構できるんですね。ラスタライズっていうのは皆さんご存知ですか？テキストを普通の絵とか字とか、字じゃない、絵とか線とか、はい、もうそういうものに変換して、いろいろこういじれるようにするんですけど、そういうことを一切してないで、もうテキスト編集だけでここまでできます。はい、でですね、私の動画ではこんな感じで、なんかこうプロクリエイトとかアドビフレスコとかを使って、こうテキストとか絵とか書いて結構楽しくやっていきましょうねみたいな感じで動画アップロードしてますので、ぜひ見てください。ぜひ登録よろしくお願いします。はい、じゃあですね、早速やっていこうと思います。はい、よく見ていただくとこんな風に S と O がくっついてたりとか、ですね、ロゴが違うの分かりますか？ロゴじゃないや、何でしたっけ、フォントフォントの、フォントもちょっとずつ違うんですよ。そうなんです、こういうことができるんですね。はい、あと O と U をあえてこうやって重ねてみたりとか、こういうこともちょっとの工夫でできますので、はい、結構ですね、楽しいんですよ。で、こんな感じでですね、色つけてもいいですし、まあ、色つけないでもうモノトーン、この白黒だけでもすごいかっこよくないですかね。これもうほんとお好みです。私はどっちも大好きです。もうね、どっちもいいですよね。はい、そんな感じでちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあですね、早速一番初めに何するかって言ったら、もちろんですね、字を書いていくんですよ、テキストで。はい、はい、でテキストで字を書くやり方はここですね。はい、このスパナのマークでアクションっていうところの、いっぱいこういろんなのがあるんですけど、この追加のところでテキストを追加します。はい、追加するとテキストが追加されましたね、こんな感じで。はい、でここに好きな文字を入れていくんですけど、日本語でも英語でもいいんです、何語でも大丈夫です。はい、で私はですね、今回はさっきの文字を入れていこうと思います。はい、でここにこうやってダブルタップして、これですね、これが文字を打てるこの何ですか、このキーボードのマークありますよね、これをパッて押すと今から文字が打てるようになります。こう消しますね。はい、消したら私はさっきもう打ち込んでたので、これをコピーペーストしました。はい、で皆さんはここで一個ずつ打ち込んでって言ってください。はい、で早速スタイルを編集をしていきます。ですね、これですね、もう半分以上がここで埋まっちゃうので、すごいですね、一瞬こう見にくくなるんですよ。なのでここキュッ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 って小さくして、いい塩梅で見やすいとこまで持っててくださいね。はい、そうなんです。はい、じゃあこういう風にしました。はい、でですね、この文字のこのフォントのこの何ですか、位置が、おかしくなっちゃった。はい、フォントの位置がこんな感じでこう選べます。はい、左より右より真ん中みたいな感じで、はい、でどっちに行ってもいいです。はい、じゃあ右寄りにしますね。はい、でこの O のですね、中抜きをこうやってするとこうやって中抜きになりますし、ここ TT ってなってると大文字、全部大文字になったり小文字になったりします。ここで選べます。はい、で今回は大文字にしてみました。はい、で小文字でももちろん大丈夫です。はい、でですね、早速ここから加工していこうと思います。はい、こちらのこの文字と文字の間、ここの間を詰めたり広げたりするのはこのカーニングっていうところでできるんですね。これビューって見えますか、こうやって離れていく、で縮んでいく、そうなんです。こんな感じで結構ですね、自分でデザインをアレンジできるんですね。はい、で私はさっき S と O をくっつけたり、 U の O と U、 マジらしいU の O と U とかをこう重ねたりしてたじゃないですか。それはじゃあどうするかっていうと、今は全体をこうやってできちゃうじゃないですか。はい、だけどここをこうやって一回選択しますよね。選択したらここをこうやって選べると、ここだけ離れることができるんですよ。離れたりついたり、そうなんです。ここで自分で例えば S と O をくっつけてちょっとかっこよくしようとか、はい、で G と L をもうちょっとくっつけたいとか、
そう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 、ここら辺を全部全部こうやって詰めてみようとか、そうなんですよ。こういう風にあのデザインできるんですね。で、結構こうやって詰まってるデザインもありますよね。結構グラフィックとか見ると。はい。なので、そんな感じで、いろいろこう、アレンジできます。はい。でですね、こういうところも、さっきこういう風に、わーって、そうそうそう、詰まったりするっていうことなんですよ。はい。で、例えばなんですけど、こちらの、あ、そうそうそう、今みたいに変なとこタップしちゃって、今の編集画面が消えちゃったとしたら、ここの、今の、これですね。これのところをここ、レイヤータップしますよね。タップしたらテキスト編集っていうところに行くとテキスト編集にまた戻ります。はい。で、今度ですね、この行。行が今、このぐらいの空間空いてますよね。で、行の空間を縮めたり、離したりするのはこの、レディングっていうところなんですよ。そうそうそう。ここでギューってこう、詰まったり、離れたりします。はい。で、これもですね、一行一行を操作できるんですよ。はい。で、例えば、グラッドの、この、一番下っていうか、右側に、このカーソルを持ってきますよね。持ってきて、リーディングすると、このグラッドとこの下、ここだけはこうやってくっついたりできるんです。はい。そうなんですよ。で、例えば、まあ、そうですね。まあ、ここだと、お、何になるんだ？あ、ここだとこの S とこの G グラッドの間ですね。そうなんですよ。こうやってカーソルをこうやって持ってって、いろいろこう試してみてください。こんな感じで。はい。で、例えば U と、グローンをこうやって改良したいときは、今のこのタップして、この、何ですか？キーボードマークか。タップして改良をすればできます。もちろんね。はい。そんな感じです。で、またテキストに戻って、ちょっとグラッドと U をくっつけたから、今度はこのグローンとアップソーをちょっとくっつけてみようかなとか。そう、はい、こんな感じでできますということですね。はい、でですね、じゃあ早速ですね、このフォント、早速っていうかさっきから早速なんです。はい。はい、じゃあこのフォントを変える。今、フトゥラなんですけど、じゃあ例えばこれにするっていう風に、こうやって指示するともう簡単に変えれるんですよ。すごい便利ですよね。そうなんです。はい。で、例えば、アップだけを、例えば、こういうイタリックにする、この斜めの文字にするとか、こんな感じにするとか、もうここら辺も全部ですね、もうほんと思い思いにこうやって変えれるんですよ。はい。決して同じ、レイヤーで同じその文字なんだから、同じそのフォントにするっていう、そんなことはないです。はい。もういろいろ自分でやりたいようにやってください。で、例えばさっき、私 U だけ大きくしましたよ。U とか他の文字とか、ちょっと、アンバランスに、大きさもごちゃごちゃにしました。その時は、例えば U だけをこうやってタップすると、選択したりできます。はい。選択して U だけをこうやって大きくすることも可能です。そうなんですよね。はい。で、U を大きくして、この中抜きをしました。中抜きをして、O と U を、今度ですね、カーニングしてこうやってくっつけます。はい。で、くっつけすぎても面白いんですけど、まあ、どのぐらいがいいですかね。こう、いい塩梅で、この辺かなみたいな。そう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 。自分でこう見てやってみてください。はい。こんな感じ？はい。そう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 。ちょっとつきすぎたなと。思ったらまたここ行って、ちょっと離すと。そうなんです。こんな感じでできるんですね。はい。で、ちなみにですね、じゃあこの A だけを大きな文字にしたい。時に、例えばこの、今タップしたらグラッドが全部選択されてますね。だけどここのカーソルを A だけに持ってくんですよ。この A だけに持ってくとき結構難しくて。はい。この A だけに持ってったら、例えばサイズをギューンって A だけを大きくすることができます。はい。そんな感じですね。もう結構何でもできる。で、こっからですね、またこうやって A だけ違うフォントにしたりとか。そうそうそう、もう好き勝手できますから。こう結構楽しいんですよ。はい。で、結構時間がね、楽しくて過ぎちゃうっていう。はい。そんな感じです。で、例えばこの I'm だけを他の色に変える。そうそうそう。で、U の、例えば、O だけを、例えばピンクにしたい。はい。こんな感じでいろいろ変えることも可能です。そうなんです。こんな感じですね。もう色も変えれるし、フ
フォントも変えれるし、この幅も変えれるし、もうすべてですね、もう、もう、意のままです。意のままっていう言い方もあれですけど。はい。で、このビッグだからビッグにしようとか、はい。もうちょっとビッグと、SO、アップソーの、をちょっとくっつけてみようとか、逆にわざと重ねてみようとか、はい。中抜きにしてみよう。大だけ中抜きにしてみますとか、はい。そういう風にですね、もう何でもこう自由にできるんですよ。そうそう、ちょっと離してみようかなとか。はい。あら、離れない。まあいいや。はい。で、さっきみたいにまた S と O の後にカーソルをここピッてつけたら、トレッキングで上下もまたできますよっていう感じで、そんな感じですね。いろいろできるっていうことなんです。はい。結構楽しくないですか？ね。で、今はですね、こんな感じでわーってちょっと適当にやったからこの状況ですけど、さっきみたいにこんな感じで自分でこうアレンジして結構詰めてパツパツにしてやってってみても面白いと思います。はい。で、本当はですね、グローンだからそのユーブグローンでブなハブつかなきゃおかしいんですけど、ハブつけたらなんかおかしくなっちゃったから、まあハブをちょっと取りました。そんな感じでですね、グラフィック優先で考えていいと思います。別に英語の文法のあれじゃないから、テストじゃないので、なので皆さんもそういうところあんまりこだわらず、はい、なんかちょっとハブなくても伝わるやろ、ね、こう過去分詞だしみたいな感じで適当にやってください。そう、あんまり考えすぎずにパッと見かっこよくなればいいかなみたいな、はい、そんな感じで、はい、アップソーもね、ソーすごくみたいな意味でちょっとこういう風にしてみたとかね、はい、そんな感じでもう自由にいろいろデザインしてみてください。はい、ということで今日はですね、こんな感じでテキストをかっこよく結構グラフィックな感じで、はい、作れるっていう方法をシェアさせていただきました。今日見てくださってありがとうございます。はい、今日もですね、結構ちょっと使えたなとか、ちょっと楽しかったなっていうポイントがあったら、ぜひいいねボタンとか登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあね、またね、バイバーイ。